阪神・淡路復興対策本部は日本の廃止された観光庁の一つ、総理府の特別の機関であった。日本の総理府に設置された特別の機関の一つであった。組織の庁は阪神・淡路復興対策本部長であり、内閣総理大臣が就任することとされていた。1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震が、 阪神・淡路大震災と呼称される大規模な災害を引き起こしたことから迅速な復興を推進する目的に設立された。被災地の地方公共団体による復興事業に対する国の支援や官邸機関による復興施策についての総合調整などを所管した。また、総理府の審議会等の一つとして設置された阪神・ 淡路復興委員会からの提言を施策に取り入れると、共に兵庫県、神戸市との協議会や神戸商工会議所との連絡会議を通じて、被災地との情報交換を行うなど、復興に関係する他の機関との連携を図っていた。阪神、淡路復興対策本部の長である本部長には、内閣総理大臣が挙げられ、本部の事務を総括すると共に職員を指揮監督した。 本部長のもとに副本部長が置かれ、国務大臣をもって当てられた。なお、村山内閣では、内閣官房長官と、阪神、淡路大震災の災害対策を政府一体となって推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当する、国務大臣を副本部長に当てる運用が取られたが、村山改造内閣以降は、内閣官房長官と国土庁長官を、 副本部長に当てる運用が取られた。本部員には本部長と副本部長を除いたすべての国務大臣が当てられた。阪神、淡路復興対策本部には事務局が設置され、その局務は事務局長により勝利された。事務局長には国土事務次官が当てられた。事務局長のもとに事務局次長が置かれ、国土庁審議官をもって当てられた。事務局には 局員、調査員などが配された。局員には関係する中央省庁の職員が当てられ、調査員には兵庫県や神戸市など地方公共団体の職員や関西、兵庫県南部地震の信号と震源域、遠隔では兵庫県南部地震に対する国の対応について、阪神・淡路復興対策本部を中心に概略を説明する。なお、ここでの 初動対応期は、兵庫県南部地震発生直後、復旧、復興対応初期は、おおむね1九9五年から1九9九年まで、本格復興期は、おおむね二千年から二千四年まで、を示している。兵庫県神戸市に設置された、仮設住宅震災直後においては、初動対応を担う機関として、平成七年兵庫県南部、地震非常災害対策本部や、 兵庫県南部地震緊急対策本部が置かれていた。兵庫県南部地震発生当日には、閣議決定に基づき国土庁長官、小沢清を長とする平成7年兵庫県南部地震非常災害対策本部が発足し、被災者の早期救出や火災の早期消火などの応急対策が展開された。また、地震発生翌々日には、 閣議決定に基づき内閣総理大臣、村山富市を長とする兵庫県南部地震緊急対策本部が設置され、内閣としての総合的な緊急対策が一体的に講じられることとなった。地震発生3日後には、阪神・淡路大震災の災害対策を政府一体となって推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣に、 小里貞俊氏が任命され、国土庁長官の小沢清氏に代わって平成7年、兵庫県南部地震非常災害対策本部の本部長に就任した。また、小里の下に大臣特命室が設けられ、被災した中小企業への支援、応急仮設住宅の建設など、特定課題への対策を担当した。災害復興公営住宅として使用されたハット、神戸一帯その後、 震災から1ヶ月が経過したことから、初動対応ではなく復旧、復興対応を担う機関として、阪神・淡路復興対策本部が発足することとなった。設立根拠となった、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律の施行に伴い、1995年2月24日に設置された。初代本部長には、 内閣総理大臣の村山富一がつき、副本部長には内閣官房長官の五十嵐構造と、阪神、淡路大震災の災害対策を政府一体となって推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣の小里里都氏がついた。また、本部長決定に基づき、国土事務次官経験者の的場純蔵が参与につくこととなった。 1> 第1回本部会議では、村山から、総理不半身、淡路復興委員会の議論を踏まえ内閣として、施策を取りまとめるとの方針が示されるとともに、小里から、これまで応急、緊急対策を積極的に講じてきたが、今後はこれに加えて、本格的復興に向けての施策に取り組んでいくことが、必要との考えが示され、内閣の総力を上げ本格的な復興に取り組む、 ことが確認された。本部会議において、村山は、阪神、淡路大震災への対応は、現下の最重要課題と位置づけ、本格的復興に向けての対策を本部事務局を中心として、政府一丸となって推進していきたいとして、復興対策を重視する方針を打ち出した。村山政権以降の政権においても、復興対策を重視する方針は引き継がれている。 村山政権と同じく自社差連立政権として発足した橋本政権下においても本部会議の席上本部長の橋本龍太郎が阪神淡路大震災への対応は現内閣においても全内閣同様現下の最重要課題と述べている。また自由民主党単独政権として発足した小渕政権下の本部会議でも本部長の小渕恵三が 各閣僚におかれては、引き続き、阪神、淡路地域の復興に向けて、最大限の個人力をいただきたいと指示するなど、復興対策を重視する考えを示した。阪神、淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律は5年間の次元立法であり、阪神、淡路復興対策本部は、設置期間が最長5年と定められた次元的な期間であった。 そのため、阪神・淡路復興対策本部は2000年2月23日に廃止され、その業務は同年2月22日に設置された阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議に引き継がれた。阪神・淡路復興対策本部による復興対応の特徴として被災地中心であることが挙げられる。阪神・淡路復興対策本部は 被災地の地方公共団体が策定する復興計画を最大限支援することをうたった阪神・淡路地域の復興に向けての取り組み方針を発表した。それによって復興施策の取りまとめにあたっては被災地の地方公共団体が中心となって策定し阪神・淡路復興対策本部など国がそれを支援することとなった。かつて1923年の 大正関東地震により、関東大震災が引き起こされた際には、その復興にあたって、帝都復興院が設置され、内閣指導の下で復興対応が行われた。そのため、兵庫県南部地震からの復興に際しても、同様のスキームが一旦は検討されたが、地方文献や行政改革の検知から、そのような手法は取らないことになった。その結果、総理府阪神 淡路復興委員会の提言に基づいて、被災地の地方公共団体が具体的な復興施策を立案し、それを阪神・淡路復興対策本部など国が支援するというスキームが採用されることになった。これらのスキームは、被災地のニーズに即した対応を取ることが容易であると評されており、地方文献の観点からも評価されている。阪神・淡路復興対策本部による 復興対応の特徴として、被災地と国との情報連携に配慮したことが挙げられる。阪神・淡路復興対策本部事務局の調査員には、被災地の経済団体や地方公共団体の職員が当てられた。さらに、阪神・淡路復興対策本部などに提言を行う、総理府阪神・淡路復興委員会には、兵庫県知事や神戸市長が参画していたことから、 被災地の地方公共団体の意見を組み取りやすい環境が整えられていた。阪神・淡路復興委員会の廃止後は、阪神・淡路復興対策本部が兵庫県神戸市との協議会や神戸商工会議所との連絡会議を通じて被災地との情報連携を図った。これらの情報連携により、国と地方公共団体とのコミュニケーションが促進され、 スムーズな対応が可能になったと評されている。国務大臣以外の在籍した人物を五十音順で記載する。カッコ内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。ありがとうございます。